1枚切りぐらい。うん、着いた着いた、すごいな、アメリカ。今回のお宿はこちらです。221号ですよね。はい、こんな感じで我が家です。我が部屋です。オープン。カフェ、あ、いらんか。開けた開けた、はい。ここが1個目のベッドで、2段ベッド楽しそうやけど、2段ベッド、トイレも綺麗し、シャワールームは、あ、ちゃんとしてる。お風呂がないだけで全然大丈夫。すごいね、何、どこ来たんみたいな感じになってるで。下でやる。とりあえず、だいたい出来上がったんやけど、広いね、とにかく。様がスモーク作ってる間にあれ乗ってる、ブランコ、はい、さんのブランコ。お、後ろゴムいる。まあ、どこ来たんやろうっていう気分になれる。ここカノンもね、貸してくれるみたいですよ。ごめんごめん、待ってな。はい、スモークの準備が整ったようなので、ファイヤーだ、火つけましょうか。これで置いといて散歩行きましょうか。散歩してみましょう。あ、ここはこんなんついてるわ、子供エリア。ここはテントサイトじゃない。いいよな。いや、ちゃうよ、これトイレじゃない。え、ひょっとしたらトイレかシャワーじゃん。シャワーかな。ビンゴの紙と、なんか映ってる謎のスタンプ。アリスにピント合うやんけ、お前こっち向くから。あ、じゃあすごく広でね。ね、アリスは音なし。うん、アリスは静かよ。
ったね、サボった。あ、だいぶ勢いで。さっきあの道の駅で買ってきた柿をちょっと開けましょう。どうやって開けんのやろうな。柿開けたことないのにな。開けてあろうたらええんかな。ちょっとネットで調べようか。どうやって、わかんないけど、とりあえず開けたら勝ちやな。ここに2枚貝やからって書いて、この橋なんか正解不正解どっち。半分入れた半分焼こう。はい、じゃあお鍋がね、お鍋やってる間にビールいただきます。はい、先ほどのはい、乾杯。盛りだくさんのあれがおるね、燻製が。卵の燻製。どうですか。うん、結構半熟に。半熟やな。うん、美味しい。柿割るのめっちゃ難しいな。うん、やったことない。やったことないし、これからやることも。剥いたね、先剥いた柿が焼いていきます。柿もいけるかな、こっち。うん、取ったけどね。固まっちゃって何もなしていいか。ポン酢ビンゴ、ビンゴゲーム。どう？全然。N？ あ、真ん中か。バラバラすぎる。文句言っておはようございます。お皿を持って行ったらね、なんか朝ごはんもらえるらしいんで行きましょう。どっかね、行きゃいいらしい。じゃ行きましょう。はい、はい、ありがとうございます。はい、フレンチトーストいただきました。
特に「お」っていうこともなく何枚切るよ8枚切りぐらいかな。うん、ハリス